月の和歌の壁画に描かれたアイアパエックアイアパエックは、リキャピタドウとも呼ばれ、モチェ文化における主神であり、罰を与える神の一人として、最も恐れられ、崇められていた。アイアパエックは、創造神、モチェの守護神、水と食料と戦いの勝利をもたらす神として、崇拝されていた。アイアパエックは、ムチック語で、好意者を意味する。 アイアパエックの最も有名な描写は、ペルー北部の都市、トルヒージョにある月の和歌の壁画であり、擬人化され、猫かの牙を有する顔として描かれており、周囲には波模様が描かれている。アイアパエックは、その時代、場所、描かれる対象によって様々な方法で表現された。例えば金属の装飾品においては、アイアパエックは、 しばしば八本の足を持った雲の姿で表現され、その擬人化された顔には、ジャガーの牙が描かれる。河原家の場合、その身格はより擬人化され、手の中に頭が描かれ、その頭からはまるで紙のように蛇が生えている。彫刻では棍棒を携えていることが多い。人間の生贄の儀式では、首を切られた囚人はその頭を、アヤパエックに捧げていたと言われている。 ありがとうございます。